来る衝動、俺の中に何か凶暴な奴が抱きってくる。委ねろ、全てを委ねろ。
なたの我が攻撃に耐え雨さえ傷を負わせる貴様一体おい、あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の斧を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう。お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃってお子ちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。いいもんだな。もうねえと思ってたぜ。日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。また眠れる夜が来るなんてよ。再び眠れる夜がやってきた。だが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。
ツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちゃうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離音と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい。そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、そういう場所は必ず隔離音とつながってるんだって、あの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち、初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやってコリコリに自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれないけどな。そんなことガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜ。ひねた大人の見本がよく言う。お気遣いなく。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津世の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世と宇津世の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく、新たな偉大な生命へと羽化することで、決してシルケ、決して悲しむことでは。なんだかスッとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。そっか、シルケももうお年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっと年上だなんてね。ちょ、イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い。いやはー、くすぐったいん、ラブリーン。客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。見舞いに来たわけじゃねえんだろ。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに人が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う。指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び、強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、多くのものをお前は失うことになる。さすが我が家の蔵出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな、いけすかねえな。相変わらず何でも知ったふうな口ぶりだぜ。ご忠告痛み入るかね。あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。そうです、そんなことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか。この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか。レイジの森の魔女のマナ弟子だけあって、なかなかに探しいものだ。
いかにもその鎧は我が身に帯びしものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。気があればたやすく豪華と化す。たとえ呉服が施されていようとも、夢夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。シールケさん、折り入ってお願いがあるのですが。はい。私に魔術を教えていただけませんか。ファルネーゼ様、今なんと。へえ、ファル兄ちゃん魔女になりてえんだ。へえ。トロールの一件以来、私ずっと考えていたんです。あの時は正直心が震えました。恐ろしさと感動のあまり、あなたの起こした奇跡、魔術という見業に、私は初めて足を踏み入れた未知の世界で、ただ膝を抱えて縮こまるだけの無力な存在でした。でもこんな私でも誰かを守らなければならない時があって、その勇気を与えてくれたのがキャスカさんと、あなたにいただいた一振りの魔法の探検なのです。でもあれはただの銀のナイフで。なんか聞いててこそばよくなるわ。言うことがいちいち大げさで。私にとっては紛れもなく魔法の探検でした。はあ。フローラさんはおっしゃいました。大いなる謎を受け入れ、世界の内より万象を探求する、それが魔道であると。もし未知なる闇を照らす断りの光があるのならば、どうかこの私にお授けください。魔術とは本来物心つく頃から修行を始めないとなかなか身につかないと言われています。それは何よりも人は年を重ねるほどに目に映る宇宙という世界観に縛られて、その固定概念を打破することが難しくなるからです。でも散々恐ろしい目に遭ったファルネーゼさんなら、その心配はなさそうですね。私自身まだ修行中の身ですが、手ほどきぐらいならできると思います。よろしくお願いします、先生。ザー、ファルネーゼ様、魔女、魔女取りが魔女に。いし、ファル姉ちゃんらは水浴び中。ここは子供の特権を使って一緒に。ギャボーッ。さて、おっぱじめるか。ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか。いや、
ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぞ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえてモーサバ、エルフヘルム、そこははるか西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル、ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島、レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの狩猟さんたちでしょうか。ゴフは完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは狩猟よりもレージの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは使徒。来ます。違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間、時間を稼いでください。今夜は満月、魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても、数が多い、ここは手分けして当たりましょう。
象に集中できない。
く、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ、このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない、それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたはことの重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。なのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとはたつねえな。まあ今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。ってあれこれ世話焼きまくりでガッツのあれなんだっけ、女房みたいだよな。何を言ってるんですか。この猿はバカバカしい。あまりくだらないことを言ってると燃やしてしまいますよ。母ちゃんみたいって言おうとしたんだけど言っちまった。なんだあれ。セルピコは紋章官でしたので、国や諸侯、騎士団などの紋章は全て頭に入っているのです。すげえなお前、ただの召使いじゃなかったんだ。
ただの召使いだったんですね、あなたたちの中では。あえて否定はしませんけど。思い描いてください、今見ていたもののイメージを。これは魔術師になるための初めの一歩です。魔術は呪文や象徴に呼応させてイメージを連鎖することで初めて効力を持つものなのです。ものを具体的にイメージできれば私にも魔法が使えるようになるのですね。さて、追っ始めるか。
うまくいったようですね。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ、野蛮だなと。この物騒なきな臭さ、体に馴染む古巣の匂い。どこの軍隊が一番強いんだ？そうですね、装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くて人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました。カリスマグリフィス卿、率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。おお、それなら俺も知ってて。男の常識、そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつえのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。くぅ、ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、
全て軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか。ん？なんだよファル姉ちゃん、当てでもあんのか。まさかファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます。セルピコ。私は役に立ってみたかった。何か一つ私にしかできないことで、あの人たちの力になってみたかった。でもそれもきっと口実だ。私はいたたまれなかった。思いもよらず私に与えられた団らんの灯火、その温かさと何も持ち寄れない自分に、暖かければ暖かいほど自分の座はあるのかといたたまれず、不安で逃げ帰ったんだ。慣れ親しんだ冷たい囲いの中に、私は臆病で愚か者だ。ファルネーゼ様の婚礼の話はこれが初めてではない。まだ生徒にいた頃、ファルネーゼ様が16の時、親方様が霊に漏れずバンディニオン家のためと縁談を取り付けてこられた。しかしいつの頃からだろう、歪んだ形とはいえ、ファルネーゼ様が私に主従以上の思いを持つようになったのは、ファルネーゼ様は逃げ出そうとしたけれど応えることはできなかった。ファルネーゼ様は私の異母兄弟だった。偶然私はバンディニオン家当主の妾腹であることを知ってしまったのだ。父の、母の、兄弟の、私たちを縛る全ての首輝きから、なぜこの時逃げ出すことができなかったのか。ファルネーゼ様は屋敷に火を放った。婚礼は取りやめになり、鬼ごと恐れられ修道院へ送られてしまう。やがて彼女は製鉄騎士団団長に任じられることになる。その格好なんとかならねえのか。魔女丸出しで目立ちすぎだぜ。私にはこれが普通なんです。ちょっとドロッピー、デリカシーなさすぎ。あの帽子も服もフローラの手作りなのよ。
遅かったじゃん。一晩もどこをつけ歩いてたんだよ。で、どうよ船。ファル姉ちゃんは？船は手配できました。まあファルネーゼ様は、ファルネーゼ様はもうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファル姉ちゃんは？どういうことだよセルピコ。どうすんだよキャスカ姉ちゃんの世話係。これを、この都市の貿易商ならばどこでもこの書状を見せれば船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。おい、わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もうその理由もありません。なんだかな、あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて、挙句が理由も告げずに紙切れ一枚ではいさよならか。何か言えない事情があるのだと思います。さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが、確かにすっきりしねえな。よし、おじびども、おめえらに頼みがある。エルフにしかできねえことだ。ファル姉ちゃんが婚約？本当なの、イバレラ？本当も本当、たった今相手を見てきたんだから。そいつと結婚すっから俺らとはもう旅はできねえってことか？逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろう。貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。ねえ、どうすんのよ。あいつが自分で決めたことだと言いたいところだが、決まりだ。キャスカのおもりとうまい飯の代価が船一隻ってんじゃどうにも割に合わねえ。
海辺で私たちを襲ったつかんだと同じ禍々しいオドを感じます。あんなもんがここに潜り込んだとなると急いだ方が良さそうだ。して申し訳ありません。残念ですが皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み今この場にてお受けいたします。セルピコさん、全てのことだろう。決着つけてお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この別注の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当にやったところで勝てる気がしませんので、あしからず。救えねえ野郎だ。セリピコのやつ、ガッツの兄ちゃん相手に魔法のフードもなしであんなに。どうしてこんな。やはり強い。とてつもなく。あなたと出会い旅する中で私も少なからず変わってしまったようです。お前の宿命と真っ向から切り寄せる豪華に身を焦がすごとき生き様に、そしらぬ風を装いながら私もいつしかその熱に当てられていたのかもしれません。ガッツさん、あなたはファルネーゼ様に会ってそれでどうなさるおつもりですか？わからねえ。とにかく会う、そう決めた。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。なあ、さっきのあれマジだったのか？マジで切り合ったのか？ああ。手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で応える。さっきの化け物が気になる。うずうずしてるどいてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。ファルネーゼが危ねえ。行きましょう。私がご案内いたします。あ、
でしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。海辺で来たスカイマンを操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏やせんべいとして使っているのだとしたら。ガッツさん、皆さん、どうして。話は後だ、早いとこ片付けるぞ。分かってます、術者はもう見つけています。ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か。いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。死と告げる。要はクシャン帝国大帝ガニッシュか。ただいまこの場をもって異教徒どもに対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒、使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦、奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。
そろ始めるか。任せとけ。
まずは見事と申さねばなるまい。しかしその方らはただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か？そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえらバケモンどもと一緒にするな。そうであったか、面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方、世の配下に加わらぬか？この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が、世は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し犯し蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が覇道の結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、悪いがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バケモン同士の喧嘩なんぞ俺も知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん、よかろう。ならば我が幼獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。俺はあのデカブツをやる。一難去ってまた一難、つうかどんどん状況悪化していくぞ。
ず礼は言う。さあ、港へ向かいましょう。しまえばこちらのものです。彼らも海の上までは追ってこないでしょう。ガッツさん、時間がかりだ。無茶はしねえぞ。
不滅の魔王コゲクイルがより
様との試合、次の機に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ちやがれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。そうだとしたら戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を百の二軒に刻むまでよ。ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。You see?